帰る予定なんですが、帰る途中で何か所か寄って帰ろうと思っております。はい、はい、安全運転で行ってきます。いつもありがとうございます。一般道なんで交代しました。大丈夫ですか？うん、大丈夫、一般道大丈夫。高速もそんな変わらないと乗っちゃえば乗っちゃえばね、ほぼ真ん中しか走んないし私。そう、西那須の千本松に寄ろうと思ったら、うん、ジム行ってなかったんで、うん、道を忘れてしまい、うん、通り過ぎちゃった。そうそうそうでもそのままね、次の目的地に向かおうかなということで、はい、もう高速乗っても乗らなくても変わらないので、うん、下道で行きます、はい、安全運転でお願いします。かしこまりました。はい、約2時間運転お疲れ様です。はい、もうすぐ、愛様が、紹介してくれた道の駅上層に、一般道で着きます、うん、結構あれでしたね。国道4号は飛ばす人多くて、いやーすごい皆さん飛ばすあれ高速道路っていうぐらい人がいない、歩ってる道じゃないから、うん、危険はないんだろうけれど、でもね、道も綺麗なところもあった。あとめちゃめちゃ道作ってたね、新しく、うん、高速道路なのかバイパスなのか、高速はできるよね、なんかそんな感じのか、すごいです。はい、あと5分ぐらいで着きます。行きます。何か食べますか？ソフトクリームソフトクリームでいいの？うん、一番食べたいのはソフトクリーム。俺焼けたの？焼けたよ、私日焼け止め塗って必死でした。はい、ではもうすぐ着きますので行ってきます。先か、先だ、先だね。200万円か。人がいっぱい。これは一大観光地ですね。世界記録達成とか。もう一般障害です。お前様方ここにします。あ、土台が机屋なんだ。うん。わ、なんかすごい広いね。広い。あ、なんとか銃で。閉めた。え、あ、メロンパン。あとなんか芋のオブジェ。暑いから芋はちょっと。わ、すごい。すごい。わ、なんかすごい。
人がすごいっす。スタヤと、うん、なんだっけ、あのスタバ、スタバとかなんか他のも本屋さんも、めっちゃ混んでます。はい、ネギトロオケ丼、うん、オケに入ってます。刺身専用作り醤油、うん、わトロトロトロ丼、うん、でご飯は温かいやつバージョンです。あ下温かい、一緒に食べないと。はい、いただきます。いただきます。7切れ乗ってます。漬け、うん、美味しい美味しい美味しい、うん、なんかお刺身久々みたいな、あんだけバイクしてくる。美味しいです。美味しい。綺麗に食べました、うん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。醤油がちょっと独特な感じでした。そう、しょっぱくない感じの、うんうん、なんかしょっぱさが感じられない、そう、主張しない感じだった。角がないの柔らかくて美味しかったです。お醤油もごちそうさまでした。ソフトでいいの？うん、向こう行ってからの危ないから。汗が出てるもん。窓が涼しかったから。この辺？うん。出てるわ。メロメロモンブランソフト。僕とメロンとソフトクリーム。大惨事です。斜めになっちゃった。斜めになって、まっすぐ上に乗っかっちゃったの。あの転がって。美味しいけど。暑いから。暑いから急いで食べないと。もう溶けちゃってます。アイ様、行ってきました。行ってきました。道の駅。食べてきました。なんだっけ、トロトロトロドン。で、これがネギトロタルドン。そう美味しかった、うん、美味しかった、うん、あの、なんだろう、たくさん食べたい方には、うん、ちょっと量的にもうちょっとあってもいいかなっていう感じかもしれないけど、こう軽く食べるにはちょうどよかったです。お醤油ね、うん、お醤油が甘口にって書いてあったのかな、あのお醤油の角がないの、しょっぱさの角、しょっぱさがなかったよね、うん、だそのお醤油の角がないから、うん、角がないゆえに柔らかい感じの味、ちょっと手間をかけたお醤油なんだろうなっていう。それがいっぱい置いてあって、うん、持っていくんだよね。そう、テーブルまで持ってってご順にお使いくださいって終わったら戻す。ガリとかも後ろのテーブルにあるから好きな量だけ持っていくみたいな。あと私はやらなかったけれど、あの海鮮丼のお茶漬けにしたい人は裏にあのその出汁があるので、うん、こう予想で持っていくっていう。私はもうそのままの海鮮丼でいただきたかったので、
メロンパンあれだったもんね、多分決まった人数だけしか、うん、次の焼き上がりが何時だからみたいな感じでなんか説明してたもんね。メロンパン諦めました。そもそも行った時にはもうその時間に買える権利を持ってる人でもいっぱいだったから、次のまではちょっとお時間がありすぎたので、それはちょっと諦めて帰ってきました。その代わりソフトクリーム食べました。なんだっけ、なんだっけ、もう忘れちゃった。モンブラン、モンブラン、メロンのモンブランのソフトクリーム、と竹田はメロンとバニラのソフトクリーム。もう暑かったからすぐ溶けちゃう。もうね、そう、カップがないんだよね、うん、全部コーンしかないからカップあるといい、よかったね、うん、もう5分以内に私食べ終わったと思うんだけど、それでも半分以上溶けてしまったので、高速で食べるか、ソフトクリームではなくパフェになっちゃうんですが、店内で食べられるお店さんもあったので、そちらもありだと思います。美味しかったです。いやびっくり、あんなに大きくてね。で隣にツタヤがあって、お子さんが遊べる施設があって、そう、ちっちゃい滑り台があるところで絵本をお子さんが読んでもらえる、うん、でその奥が有料のちっちゃいお子さんが遊ぶ場所。この暑さだからクーラーの効いたところで遊ばないと危ない、取れてしまうので、そちらで遊んでる方もたくさんいらっしゃいました。はい、で結局帰りは全部下道で、そう。お客様の K 様から茨城のお土産いただきました。おい、マロンケーキ、栗ですね、栗ですね、栗のケーキで、中がこんな感じになってて、ここ中にあとね、外のパッケージもこんな感じの、おいしそう、ペーストがね入ってるんですって。美味しそう、栗大好き、蒸しケーキ美味しそう。ケイ様ありがとうございます。美味しくいただきます。ありがとうございます。ごちそうさまです。はい、ネギトロオケ丼。